有島育馬は日本の画家、豪雨昇る十月亭、神奈川県横浜市出身。志賀直哉や小島菊夫とは少年時代からの友人で白樺総監に参加し代表作、川堀のごとくを書いた。長くヨーロッパに留学したが、その際、有島の恋人をしがらに託し、帰国後、彼女と結婚の意思がないことを示したため、 滋賀との間に祖格が生まれ、敗戦後、滋賀は蝕まれた友情を書いて絶好。有島武雄の弟、里見トンの兄。位。妻の信子は原田熊夫の妹でドイツとのクォーター。妹の島は医学者の高木機関に嫁いだ。老いには武雄の長男である俳優の森正幸がおり、1923年に武雄が侵入した後は彼の親代わりとなって育てた。 名には、高木機関、島夫妻の長女、園の子がおり、西洋古典学者の小も一に嫁いだ。一人娘の秋子は、東京川崎財閥の三代目、当主、川崎森之助に嫁いだ。有島育馬が命名した、老鶴子を記念する石碑。大倉省関税局長兼横浜税官庁を、していた、有島武とその妻、河の次男として、 横浜月岡町の税関長官社で生まれる。江戸から、三部場と名付けられたが、難読を嫌って、後に、幾間に解消。父の職業や横浜という土地柄から外国人との交流も多く、警視と共に、洋楽教育を受ける一方、両親とも武家出身であったことから、和洋根菜の環境で育つ。父親が由比浜に別荘を持っていたことから、吉田清成。 吉原重都市、山尾洋造、園田幸吉らといった官僚の子供たちと親しく交流した。1891年に父親が大倉省国際局長となり東京の麹町区、長田町の官邸に転居し、麹町小学校に転校したが、1893年に父親が退官した後、1895年に学習院初等科に転校。 中東化に進む1896年に、麹町区下六番町中の旧旗本屋敷に一家で転居し、学校では、志賀直也、田村広志邸、黒木光寺、三条金テルらと、文芸サークル、僕と茂会を結成して、解放誌で文芸評論などを発表。1900年中東化4年の時に、六幕園を患い、学習院を中退して、父の教里である。 鹿児島県平助村で天地療養する。この時近所の書店で見つけた地下松研究を読んだことから地下松門左衛門など日本の古典文学に夢中になり、また当地で出会った日本人神父から見せられたローマの宗教美術からイタリアで絵を学びたいと思うようになる。一年の療養を終えて1901年に東京外国語学校イタリア語科に入学。 1903年には、幼いカオルの紹介で、かねてより系投していた、島崎藤村を小諸に訪ねた際、ピサロの絵を初めて見せられ、衝撃を受ける。岩本貞に紹介を頼み、大学の卒業式が終了したその足で、洋画家、藤島武二のもとを訪ね、住み込みの生徒となるが、しばらくして駒込園通寺に転居し、 日露戦争終戦後の時期である1906年5月、イタリアに向かう。元電話交換手から、絵画モデルになり、イクマと知り合って、有島家の女中となった恋人、関康子の世話を友人らに頼む。薩摩出身のイタリア講師、大仙綱助の紹介で6月に、ローマに今を構え、古典美術を学び始めるが、同年9月に訪ねてきた兄、有島武夫と共に、 ヨーロッパ各地を巡る旅行に出かけ、同年12月末からパリに泊まるも、ロンドン滞在中の竹雄を訪ねて過ごし、翌1907年2月末からパリの美術学校グランショミエールに通い始める。6月にはラファエル・コランの画質を訪ね、夏にはヨーロッパに留学中の旧友らと交流を楽しみ、同年秋にセザンヌ回顧展を見て感銘を受ける。パリでは、 小木原ら森高村光太郎、南くんぞう、梅原龍三郎、藤田つぐじらとも交流した。1910年2月に帰国し、竹尾、弟、里見トンと共に、白樺同人となり、セザンヌを、いち早く紹介する。同年、女中の関安子を捨て、里見トンの学友だった、原田熊尾の妹、原田信子と結婚。1911年文店に入選。 娘、秋子が生まれる。1914年に化解決生。1914年妻、信子が家を出る。1920年、詩が直屋が育まの生活を批判的に描いた小説、ある人よを発表。1921年画家、西村伊作や歌人よさの秋子、画家、石井白帝らによって、当時の学校令に縛られない自由でより創造的な、学校。 文化学院が創立される。イクマも講師として教団に立った。教え子に村井正成がいる。1928年娘、秋子、原千恵子らと通し、フランスでレジオンドヌール君少女よ。1935年帝国美術委員会員となる。同年、日本ペンクラブの副会長になる。1936年、安井宗太郎らと共に、 一水解説率に三角。1937年帝国芸術委員会員となる。1958年日天上無理事に就任。1964年文化功労者となる。1971年娘、秋子、昭和天皇皇后をヨーロッパ歴法に同行し、通訳を務める。1974年91歳で死去。1982年、 有島シマの鎌倉の家が、長野市新州新町上城に移築され、有島シマ記念館として開館された。詳しくは、有島シマ記念館を参照。ありがとうございます。